こっちよ、ついてきて。あの子の後を追いなさい。進むべき道を教えてくれるでしょう。早く、こっちよ。気をつけて。こっちこっち。でしょ。私ナンナ、シンに聞いたよ。ネフィリムたちを助けてくれるんでしょ。あの子たちいっつも苦しんでて寂しがってて辛いのに、それがずっと続いてるの。ほっとくとトム食い始めちゃうし、どんどん大きくなって泣いちゃうし、伝説のイシュタールでも助けてあげられなかったんでしょ。頑張ったけど最後一緒に燃えちゃったって。でも生き返らせてくれるんだよね。ねえ、どうしてずっと黙ってるの？危ない。
火のネフィリムは地上界の全てを焼き尽くすだろう。神は言っている。ここで死ぬ定めではない。イーノック、お前はイシュタールを復活させる鍵となる。いや、もうすぐだよ。あいつの子供にも会ったしね。君も心配性だな。大丈夫だよ。また連絡する。どうした、イノック。ずぶ濡れじゃないか。あ、これ。これは傘だよ。人間の知恵の結晶ってところか。お前もこういう洗練されたものを使いこなしてこそ。あなたまるで縁ではないわね。ちょっと意外だわ。行きなさい。エゼキエルはこの階層から逃げ出したようだね。いいね。ここから脱出するためには彼らを浄化しておとなしくさせるんだ。これがあれば相手の武器が自分にとって有利か不利かが分かるよ。